俺はアスレ勢だったんで、こんな余裕でかましていっ、よいしょー。どうも皆さんこんにちは、コマフヘです。ということで今回はですね、絶対にクリアできないっていう書いてあるマップやっていきたいと思います。いやそれさ、俺それタイトル先何回待ってるからな。え、なんだこれ。あ、ん、見てみましょう。ガラス、ネザー水晶、片焼き粘土の上に置けるということは、ここだね。え、余裕じゃん。あ、レベル1は余裕だな。あ、こっからレベル1か。チュートリアルだったんか、これは。で、鉄の斧と鉄のつるはしがありますね。木材、粘土、鉄鉱石、石炭、鉱石、粘土。ちょっと、あ、これ破壊できんな。これを破壊する。え、石炭手に入ったけど、これなんか使うか。ちょっと待ってね。これを、あ、これを置くんだ。ちょっとじゃあ置ける場所を見ていきましょう。あ、粘土ある、粘土ある。待ってね。1、2、3、4、5、6、7、8、9個必要なんで、あれ？ここのさ、粘土取ってもさ、合計8個なんですよ。ってことはまだどっかに、あ、これありそう。ない！ないぞ！こっち？あー、これ、粘土じゃない？だよね。あ、あ、すごい。便利だ。これ、壊しただけで取れる。ってことで、あ、置けるやつも変わってる。木は羊毛に置けて、7。これだよ。粘土がここに置けて、鉄鉱石ここに乗っける。じゃ、石炭は何も使わないのか。あ、紛らわしい。投げちゃおう。レベル2。ちゃんと見ていこう。はい、わかった。ちょっと一回やるけど、多分、こんな感じで、石つなげてあっちに行くってやつだ。これ難しいぞ。これ、アスレ勢でもない人がやったら、多分相当難しいよ。まあでも、俺は、アスレ勢だったんで、こんな余裕でかましていっ、よいしょー。ふぅ。いやまあ、一発でいけたんですけど、5分ぐらいかかりましたね。いや、難しかった。本音漏れた。なんだこれ。え、石レンガ？待って、俺今息するように落ちてったけど。これはどういうことだ？え？何？こいつら。こいつらから何かゲットする的な？ああ、弓だ。この弓は関係ないのか。チェスト、かまど、クラフト、何もない。石レンガにこれが置けるって書いてあったけど、ちょっと待って。クモの巣？あ、クモの巣破壊できんな、剣で。4個で何が作れるんだ？わからんが。あれ ?3 つあった。あれ待って。羊毛が変化した。あ、違う。羊毛に変化した。え、どういうこと？わかったぞ。わかったぞ。待って。このマップもしかして。ふっ！止めたー！いけたぞ。で、ここ置いて、ここに羊毛置けばいいんだ。ここ開けて。はい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 。来たね、来たね。見つけちゃったね。よし、壊していきましょう。待って、スケルトン湧いた？湧いてないよな。あ、湧いてないんだ。湧いてないんかい。まあちょっとスポナーちょっと俺よくわかんないんだよな。まあいいや、行きましょう。え、この骨とかさ、なんか使うと思ったけど、全然フェイクなんだね、それは。ん？あ、ここね。よし、行けましたね。レベル4。はい、ちょっと待ってね。ネザー水晶か、石。クモの巣か、あ、クモの巣。ってことは、え、あー待って、違うぞ。ネザー水晶に並べられるから、こうやって、こっちに飛びつつ、クモの巣置いて、あ、待って、待っても。え、あ、これ、結果的に無理だ。え、ちょっと待って。考えろ。わからんぞ。逆に、ここで、あ、ちょっと待って。ふっ！ OK、ここで、あー！何？ちょっと待って。え？でもさ、ここでやっても、ちょ、今すっげえ無駄にしたな。ここ、いやー、無理だな。あ、いけるかも！今いけたかもね。これさ、あ、一個節約して、ここで、お！
1個節約できたんだけど。はあ、すごいな、こんなことできちゃうんだ。レベル5、なんだレッドストーン鉱石。あ、じゃあ鉱石が下にあるって、待って、原木壊せ、原木も壊せるんだ。ちょっと待って、でももっと悩むべきところがあるはず。よし、レッドストーン鉱石でしょ。丸石も壊しちゃう。え、これも置く場所は土、石って書いてあるね。これ何に使うの。え、こんな鉱石あったらさ、だって余裕で脱出できちゃわない。うん、あ、待って、上に上がれる、これレッドストーンあったね、今忘れないぞ。レッドストーンで丸石でこうやって上がるのか。上がるときに使っちゃうね。あ、だから、ちょっと待って、危ねえ、丸、いろんな丸石見逃しそうになったな今。あ、そういえばこれ取り行く必要ないんだった。オッケー、集めました。はいはい、ぬ、こうやって交互に置かなきゃいけないのか。あ、やべえ。でもこれそう重ねられないんだな、問題が。あ、レッドストーンブロックになってるぞ。この原木はもしかしたら置けないのかもしれない。見てみ、何も起こらないぞ。ってことはこれ飾りだわ、やっぱ何も置けねえんだ。ちょっと待って、鉄鉱石ダメだ。あ、置けた。え、これ足りなくない、考えろ俺。いや、わからんな、ちょっと待って。え、石を集めてるだけで俺は何をすればいいんだ。これでかまどを作っ、でもあれか、クラフティングテーブルがないから、え、これ折れないのか。あ、ちょっと待って、クラフティングテーブル作れるな。じゃあ作ってみましょう。作れんの、作れました。あ、あれ、俺今置いてないよね。ちょっと待って、かまど作ります。これあれか、ちょっと待って、分かったぞ。あ、待って、え、ってなったけど、あれか、ちょっと待って、鉄作って、で、この余ったやつをレッドストーンに変えてピストン作るのか。で、ここに置いて、あー待って、いいじゃん、やってみましょう。ピストンの作り方は、ピストンってどうやって作るんだっけ。すいません、ちょっと調べていきますわ。どうやら石が4つ必要らしいから、積んだな。いや、学んだぞ。オッケー、全部取れたね。あのね、わかった。こうやって、これ壊した瞬間に取れるじゃないですか。そう、これは、この機能は、もう必然的に必要だったんだね。こうやって、登って壊しての繰り返しで、多分これ丸石全部持ち帰れるようになってんだね。なるほど。こうすれば、作業台作って、あの、資材が不足なく、これでピストンも作れるわけだ。鉄できました。鉄、あ、違うわ。まず先に、ちょっとね、俺、マジでマイクラ歴6年なんだけど、全然、木が必要なんだ。ちょっと待って。え？俺、本当にマイクラ、何年やってんだ？まぁ、ちょっとね、うる覚えだったんだよ。はい。こうやって、こうやって。あ、これバカだ。これバカのピストンだ。ああ、わかった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 。上に3つに、こうだ。はい。は？ちょ、あ、これ逆か。あ、できたできたできた。まあ皆さんもね、レシピ参考にしてみてください。粘着ピストンなの？これ。まあいいや。ああ。あ、オッケー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 。クリアだ。やった。レベル6。アスレチックか？石か。これアスレだよね。で、あ、この上に置くってことか。きついな、これ。え？あ、やっぱこの上だね。え、ここいけるかな？今のところがいけるか？あ、こっちから行こう。オッケー。お？これ簡単じゃね？待って、バニホ使うぞ。オッケー！あれ？あれ？レベル6どうした？レベル7。ほー、どういうことだ？あ、なんか下にある？あ、ない！待って、これが絶対にクリアできないって、あれ？ちょっと待って、これ、しょぼ！すげえ虚無空間なんだけど、ここ。
ちょっと待って、え、マジで分からんぞ。あれ This isn't possible。 できない、できません。はい、あっちに届かない。システムエラー、あれ、え、あー、システムクラッシュ、やばい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 、やばい、バグってるバグってる、え、え、やば、怖っ、え、エンダーパールあるんだけど。え、あー、落ちちゃった、バカしたな、これ。待って、登れる、登れ、一撃で決めます。おー、出てきた。すげえ、やったー、 Thank you for playing。 まあこれね、 Unreachable っていうパートなんでね。あ、パート2へ続くだって。やってみようかな、面白そうだし。ってことでね、おー、面白かった。うん、いろいろ迷ったけどね、まあ面白かったんで、まあ最後のところは確かにクリアできなかった、システムエラーが起こるんだけどね。ってことで、まあパート組んでぜひ皆さんもやってみてください。ということで次回見てください。じゃな。